家長明宏が語る衝撃すぎた小笠原光雄の引退。かっこよかったですよね、あれね。あの人辞める時、正直俺ら他チームからしたら「えっ辞めた」みたいな、なんかあんまりこう「辞めるで」っていう告知があってから辞めたんじゃなくて、急に辞めておらんくなったんやけど、あれはなんか予兆あったの、辞めるらしいよとかないかもね。あ、そう。それを多分伸ばしてできるだけやるとかいう選手ではないじゃないですか。急におらへんなったみたいな、 J リーグから全部断ってるんですよ。あ、そう。オファーとかだったんですか。かかるかもね。独特のオーラを持ってました。